新宿を調べろって言われたんで、新宿を調べますか。怪しいやつを探せばいいのか。新宿、怪しいやつはいない。怪しいやつはいないぞ。目が痛い、ここ。どうせこの奥だろ。あら、何かあった。迷いが。どうしたん？迷うん？人だかりの向こうで起きているようだ。行ってみようか。なんか来た。仲間たち、いっぱい来た。どうした？聞いてくれ。桜が学校に遅刻してた。わかるわけねえだろうか。時間を忘れて地味研聞いてたんだろう。あかんやつだ。こいつ頭いってもた。それは一体何なんだ。お前の頭は大丈夫か。連絡くれたあんこさん。むしろ仕事手伝ってるぐらいだよ。頑張ってるよ。さあ、何が起こっている？うわ、すごいことになってる。何あれ？同伴？デジタル化してる。こいつはすげえな。こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりあすなたじゃる？ないか。だよな。さ、けどさ。こら、てめえら！現場に近づくんじゃねえ！出た。出たよ。刑事だ、刑事。そっから一歩でも近づいてみろ。まとめて逮捕すっぞ。うわ、イケメン刑事だ。なんか現場保存は捜査の鉄則だ、こら。そいつを生み出す輩はこの伊達巻子様が容赦しねえ。伊達巻子。厄介なことになる前に。ほら、そこ動くなってんのが分かんねえのか。ああ、どうした？一目惚れか？目が似てる？お前どっかで見たことあんハッな。カチューノ。やっべ、やっおい、べ。走るぞ。巻き込むな。おい、巻き込むな。何これ、この人めっちゃ優秀。何これ。手を上げながら走っていった。どうやら逃げ道は。ここしかない。こ、ま、ものは。行こうぜ。ヒューン、入った。マジで？俺関係ねえよな。俺関係ねえよな。でもついていく。伊達巻子さん、いいな。ああいう女性と結婚したいな。止まれ。ぶっ壊れてる。狂ってやがる。そもそも新宿駅が大型迷路なのに、さらに迷路になってる。リアルなのか、デジタルなのどうなっか。てんの、まるで二つ。大丈夫だ。俺もデジタルだ。確かに、あの勢いなら突っ込んできてもおかしかあねの勢いで丸押してえ。もとたなわ。ると、ま、ない。ここに今デジモン持ってきてないぞ。なんでデジモンがいるんですか？ねえねえねえ、ちょっとね。なぜデジモンがいるんですか？しかも襲ってきたし。おや、新しいデジモンだ。パン。こいつデーダッシュか。経験上位な。裏で飼ってる成長期たちが。どっちでもいいよ。その前に俺がデジモンを連れてることを怪しく思えよ。どうした？ケラモンかよ。
なんだ、ディアボロモンにするのか。あ、丸連打してた。進んでしまった。ゲストキャラクター成長期なんて連れてくるんじゃない。ところで宝箱ないかな。なんだ、電話が鳴った。電話が繋がらない。あ、事務つか何、事務所って電脳探偵です。勤め先の探偵事務所、え、えへん V、じゃなくて電脳探偵。マジかよ、やっぱオタク。斜め上、いや斜め上して、ま、とりあえず通信は諦めるんだな。デジタルウェーブの状態が、ま、ジャンプのやつだな。デジタル、後で検索しろ、検索。んなことよりさっきの電脳探偵の話、王子、いや誤解、別に面白そうだとかやってみてとか、純粋な知的好奇心だって。うるせえ、細けえことはいいんだよ、一緒にやろうぜ。いいのかよ、ちじゃねえよ。行くぞ。まだ会話、早く行こう。やっぱり一緒に行きたいって。さあ、聞かせてもらうぞ。今までどんな事件を解決した？てか、ボスはどんなやつなんだ？洗いざらい。洗いざらい。と思ったら、親？選ばれし子供か。これは。何が起こっているんだ？奴が来た。このお尻ピチンピチンしたいな。何？幽霊？白い幽霊。クーロンでも、いや、オタクに限ってそりゃねえか。それに変なもん頭の中をすげえ。早く早く行こう。そんなよくわからない会話はいいから早く行きたいな。昔の記憶なんだろ？そうなんだろ？不完全燃焼なんだろ？アイテムとか落ち、なんだ、またムービーかよ。誰かいる、後ろから誰か来ている。おい、気づいているか。お、分かってるさ。オタク、それでも探偵かよ。俺たちちっと前からつけられてるぜ。新田さんすごいな。デジモンか幽霊か。あ、誰だ、こそこそしてねえで、こっち来い。こっち来い。おや、気づかれてしまいましたね。うわ、やばそうな人だ。うわ、もう明らかにバンデモンとか使ってそう。いやいや、おっと、そう見守り。怪しいわ。私はスウェード明美と申します。神城だと？一人で。いくら解明できそうな専門家と。まったく。なんで俺たちを。いや。私より先に人間がいるとは思わなかったも不快な思いをさせてしまいました。いや、ま、でも謝罪する気があるなら分かってることを。いや、はい、や、くれぐれも他言は無。ああ、分かってる。うっす。よろしい。ただこれからするお話は決して。それではまず現象の内部であるこの空間、ご存知ですよね。デジタルウェーブ。おう、わかるよ。デジタルワールドとつながってるんだよ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。なんで知ってんのあんた。素晴らしい。さすが。つまりここは極めて簡潔、そのためここでは冷えたかしてしまうの。否定はしますか。の偉人ニコラ・テスラに。だったな。これに、それはともかく、ご覧の早くしようよ。構造の異常なそれらが現実と融合し、つまりどういうことだってわよ。君たちはイーターってなんだ。食らうもの、信じ、あ、やつか。ちょっとして、まさ、いや、イーターと遭遇して無事というのも。無事じゃないけど、ね、イーターに捕食される。バグ化すると構造もアルゴリズムも無秩序な。しかも一度バグ化された。いやいや、戻りたくない、戻りたくない。考え、は、
あらゆるデータは復元する刑事上的な意味で、ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの、ちょ、おっさん、確認すっけど、神城はそのイーター、いや、もちろんですから、私が、ち、やっぱ知ってたんだな、運営のやつはすっとばけやがって。まったくその通り。サービスはあくまでもビジネス目的。まあ、たこの際だ。何でも答えてくれるのか。しかし、君たち見たところハッカーですよね。それに立派な。だったら何、ズバリこの現象内部に救ったの。ここ先ほど妙な、彼らはイーターの存在を知り、イーターの存在がデジタルウェーブ、私はこうも感じで、あればイーターを倒せばいいんだ。じゃあイーター倒しに行こうか。潜んでる位置の枠に、ミに、いや、現在のと、あのプログラムにはバグか、あれを排除しろ。いや、素晴らしい。そんじゃな、で、とっととまともな世界へ戻る。自分の体に戻りたいな。え、行くの、質問は、ま、世界、それは一体どこにあるんでしょうね。現実世界がまともだとは思えないね。後悔するぜ。爪、ペッチン、どんどんレベル上がっていく。やばい、メモリが足りないんだよ、レベル上げすぎて。メモリチップはよ、メモリチップはよ、メモリチップくれないかな。アイテムで持ちたいんだけどな。いけない。うん、こっちいけないのか。止まれ。こっちはこっちでアイテムがあるぞ。どっちが正しい道なんだ。みんな行くよ。ワンワンもんだ。このまま突っ走れ。お、ゲスト君が攻撃してくれた。ダメージ半端ないな。私たちの大勝利。レベルがどんどん上がっていく。メモリチップをくれ。そしたら進化ができるんだ。あれ、メモリチップっぽいな。そう、カプセル B だ。シェルモンメダル、シェルモン、シェルモン。みんな行くよ。また同じやつだな。お前ら一体何回戦えばいいんだ。大したことなかったな。トパーズ、サンドガード。雑魚敵がすぐ出てくる。後悔するぜ。あかん、レベルがどんどん上がっていく。15になったら進化させないといけない。退化させるか。あれに触れないようにアイテムを取る。メモリアップきたー。これで勝つ。シャキーン。これで進化しても大丈夫。これはなんだ。これボスっぽいな。反対側行ってみよう。後悔するぜ。どうすん、どうすん。5だろ。いけるかな、5で。
あっち側を一応見てみて、いけるかいけないかの確認。敵出すぎだって今回。同じやつらばっかり。お前ら一体何体湧いてんだ。仲良し2人組か。レベル上がってもた。15人進化しに行かないと。ここはなんだ、意識カードが必要だ。そうですか、いいか、そのまま行こう。また敵出るんじゃないか。ここみんな行くよ。逃げるコマンドがないのかな。逃げるためにはアイテムを使わんといけないっていうのかな。あったわ、 R ボタンで逃げるだ。初めて知った、 R ボタンで逃げれるのか。終わったか、お疲れさん。どんどんレベル上がっていく。多分あれが、これがチップだな。雑魚敵が出たのか、ボスが出たのか、どっちだ。みんな雑魚敵だった。どんどんつなげて。ロスロスロス。ああ、どっちにしろテイルモンになる。あれ倒しきってない。こいつもしかして強いやつ？さっきのザコと違う？私たちの大勝利。でも16なってしまったよ。チップ取れた？この囲まれてるのが怖いよな。ここはいけない。最後戻ってくるのかな。この行った先に デジラボがあってくれたらいいんだけどな。デジラボで進化させたい、うん、仕方ねえか。嬉しい。終わったか、お疲れさん。レベルがどんどん上がっていく。完全体になってしまうぞこのままだと。ラボに移動できる場所来い。ラボ来い、ラボ、ラボおいで。ラボあった。ちょっとラボに行ってきます。うん、進化17になってるけど、まあいいや。みんな進化できるんだよな。これバードラモンだろ。わからない、わからない、わからない。テイルモン、テイルモンに進化するぞ。あー、テイルモンかわいいんじゃ。才能27まで頑張ってあげた。さあカブテリモンになるんじゃ。他のやつどれでもないけど、どれかがスティングモンだろうなこれ。でもカブテリモンになるんじゃ。才能28か。才能がせめて20は欲しかったから、あと2で連れていけないな。ウィザーモン連れていけない。ウィザーモン連れていきたいよ。次ラボに行ったら違うな。もしかしたらグレイモンが、メタルグレイモンできるんじゃないか。そうなると一人誰か置いていかんとダメだぞ。
進化28だぞ。30とかかな。30だ。30になったら進化どれもできるじゃないか。メタルグレイモンとこれスカルグレイモンかな。メタルティラノモンとかその辺だろ。わからん。こっちはブルーメラモン。わからん。ブラックワーガルモン。リリモン。どっちがこっちだろうな。エンジェルモン。リリモン。ジョグレス進化。ジョグレス？シルフィーモンか。あ、アクイラモンが何だか。友情 100% のアクイラモンが仲間にいる。そんなのがあるのか。へえ。やばいな。もうすぐしたらメタルグレイモンになってしまう。メタルグレイモンにするためにはメモリチップをさらに。なんかいた。見てるぞ。デジ文字だ。読めません。俺の今の俺では読めません。いや消えてないけど、すぐにそこいるけど。まあ、出たー。おっと、出ました。あのおっさんの推論ってのけど、逃げ出したい。やる気がない。大便ありがとさん。お尻プルンって刺して。そうそう、下ネタ言うのやめよう。大丈夫、下ネタ言いまくるとか都市だな。なんかしてきた。スピリットなんちゃら全然効かな。お、何が効くのかわからないから、とりあえずこちら行け。ガブー。バク全然効かない。ならばこれだな。ヒットファイヤーポンポンポン。なんてダメージだ。全然効かないと思ったけど十分か。チクチクバンバン全体攻撃だからな。物理攻撃のこっちだな。クレセントリーフ2クリティカル。ビリビリネットいらねえ。300も効いたのに死なないんですか。あなた体力いくつですか。爆またしてた。13ってやる気あんの。そうかなくっちゃ。え、挑発してるの間違い。これで終わりだ。終わったか。終わったよ。何このピピピピピンって増えたぞ。28、メモリアップ欲しいな。よよよよよ。ポション。消えた。なんだ弱かったな。まだだ、まだ終わらんよ。どうなった？向こうの世界行った？戻ってきた。何事もなかったかのように。電脳探偵だよこれが。ヒーターに白い少年の。そんで極めつけがオタク。オタク？キモオタ？電脳探偵。いや、現実なんてもんは退屈。楽しもうぜ、一緒に行こう。ちょっと探ってみる。あのおっさんも。そやおっさんいない。消えた。ピピー、警察だ。じゃ俺と、またね。じゃあな。逮捕だこれ。おい、俺は虫か。
お前お財布だーって。逃がすかこらー。戻ってきました。なるほど。と同時に通常の調査では得難い情報を目の当たりにし、そういう月も探偵。さて今回の事件、仮に新宿迷いが事件としては、迷いがとは民族学など常用霊界妖怪の住まう今回新宿に出現し、ちなみに引用元は柳田国夫博士。ああ迷いがってあれか、よく聞くやつだな。ここで重要なのは誠に羨ましい。デジタルワールド？デジタルワールド。いや知ってるよ。デジモンたちがいる世界だろ。そうか。知らデジモンはに無論私は信じるよ。なんで？もしかして一緒に過去に行ってたのか？新宿迷いが実は君が助手になる。君を見つけたのもいずれもデジタルウェーブ以上に現在新宿のみならず都内全体の主要我々の生活に支障をきたすレベルではないので、いや十分あれは支障をきたすレベルだろ。やばいだろあそこは。不安定自然現象実に。よしじゃあ行こうか、調査しに行くかな。行こうぜ。ところでまだ言うのか。君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね。もうそういう話はいいよ。新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくる。なんてコーヒーだ。つまりはご褒美だ。ご褒美で死ねというのか。君は信じられる。色が変わった。コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でるハーモニーの奇跡。何を言っているんだ。コーヒーとヨーグルトはまあまあ許せるかもしれないけど、なんだそれ海苔って。バタン。セーブしますか？